はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は、青森県の製本オペレーターの正社員3年目、42歳の方の給与明細です。最終学歴、大学、中退で、仕事内容は、調合、断彩、えー、中閉じ、えー、のり付け、穴開けなどの製本作業。必要な資格やスキルは特になし。勤務時間は1日6時間。繁忙期の残業は2から3時間。 収入が月収16万で年収200万ボーナスなし。えー、製本をしたい方へのアドバイスとしては、ものづくりが好きならやりがいがある仕事だと思います。ただ、デジタル化が進み、印刷物は減っていくので、先行きは不安です。えー、給与明細で、えー、月給16万で、組織給も16万。そこから工場引かれて手取りが13万1698円となっています。えー、今回は製本の仕事をしている方の給与明細でした。 え、まあ、3年目の42歳ということで、まあ42歳で今後考えたら、まあ確かになかなか怖い手取りだなっていうふうに思いました。えー、まあなかなか転職も難しい年齢、年齢なんで、まあ、ここでやっていくしかないのかなっていう感じです。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。